実は今やってる服装、今やってる髪型よりも似合うのが実はあんねん。これは真似したらダメですっていうのがあって、弟ビフォーアフターで来てもらいたいなと思います。どうぞ。はい、本日はですね、弟に合った髪型とか服装をね見つけていきたいなというふうに思います。ということで、弟を実験台にして、あなたにはこの髪型、この、顔つきが似合うと思いますよっていう話をね、この後ビフォーアフターもしたいなと思います。だからこれ今前編撮ってる、まあ、何にも聞かされずに今撮ってるけども、撮ってて、実は今やってる服装、今やってる髪型よりも似合うのが実はあんねんか。なるほど。でそれをまずお話していきたいなと思うんですけども、多分今までのイメージって、僕ら兄弟なんですよ。でなんやったら僕、まあ、兄貴なんやけど、弟で兄貴って感じなんやけど、年1個しか変わらないんですよね。でその時に言われるのが、え、年1個だけなんですかって言われるやんか。それも実は顔の印象からも出てんねん。なるほど。で今までに多分言われたのって、どっちかって言ったらこう爽やかとか、まあ、若々しいとかっていう印象って言われるやんか。俺一回も言われたことないねん。これ老けてるっていう話じゃなくて、俺の印象ってどっちかって言ったら、その洗練とか上品の寄ってんねやんか、まあ、自分で言うのもあれなんやけども、どっちかってそっちに寄ってんねん、はいはい、可愛い系ではないよ。どっちかって大人に寄ってんねんか。で同じ兄弟ねんけども、弟の方に関しては逆に子供の方にちょっと寄ってるっていうのがあるから、そう見えてて1歳しか変わらないんだったら、え、意外ですねってなんねん。でその表っていうのが今ここに出てると思うんですけども、でまあ4分割してて、縦の方で子供、そして下が大人になってるやんか。で大人の人がこういうシャツ着るのって合うやんか。でも逆に子供の人がこういうシャツ着たら、あれちょっと無理してんのかなとかって思ったりしてくるんやけど、そうやって子供大人とあると。で直線顔、まあ要は男っぽい顔してる人がこのブルーゾーンの人で、逆に対してオレンジとか赤の人っていうのが曲線顔、中性的な顔してるっていうところになるんだけど、俺の場所っていうのが一応大人の下の方の顔になってて、大人顔っていうのは基本的には顔の位置が上にあるね。目鼻口が上にある人が大人顔で、顔が長いねんか、鼻から下も長いっていう状態で、子供顔の人っていうのは逆に丸い人っていう感じで、芸能人で言ったら有吉さんとか桜井翔さんとか綾野剛さんとか、まあそんな感じだね。それで言うと俺はこの大人顔のエレガントなんやねんけども、エレガントよりでもクール寄りのエレガントっていう立ち位置になってて、印象としてはまあ上品とか洗礼とか華やかなイメージはあるんやけども、逆にこうシャープにも寄せていけるっていう、もうクールの方にも寄せていけるっていう印象があるんやけど、弟に関しては完全にこのフレッシュっていうところの下の方にあって、これ同じような人っていうと、いろいろ調べた結果、同じポジションの芸能人で言ったら綾野剛さんとか、それ以外にあったら横浜流星さんとか、もう同じような位置やわ。だからあの辺を真似していくと自分にしっくりくる髪型とかが分かる。ちなみに今髪色が一番似合わへん色やね。これ自分ではあれやないけども、これ公開証券になってるけども、あの似合いにくい色やね。タイプが植えてたもんね。そうそう、したかったやん。だからそれ全然いいと思うんやけど、似合いやすい色っていうのは逆に暗い色が似合う。まあ、黒をベースに茶色でもいい、はいはい、でも暗めがいい。で逆に赤とかそんなのあかんねや。赤でもいいな。あ、赤でもありなの、うん、濃い赤とか濃い青は似合う、はいはいはい、どうせだったら黄色よりが苦手かもしれんな。なるほどなるほど。でもまあどっちかって暗い方がいいね、こういう人は。でもうちょっと年いってくると、このフレッシュっていうところからぐーっとクールに寄っていくねんか、年いくと。で、あと顔って伸びてくるから、その時はこのクールの人って白がめっちゃ似合うね。例えば舘ひろしさんとか、はいはい、めちゃくちゃかっこいいやんか。でもそれってクールやねん、あの人。顔の立ち位置は大人顔の直線寄りやねんか、はいはいはい、思いっきりクールやねん。だからエグザイルの淳さんとかもクールやから白が絶対似合う。大栗旬さんも似合う。もうそこの位置におんねん。大人になっていっていくと、まあ、要は大人31歳、31歳ですね、31歳やけども、どんどんこうクール寄りになっていくと思う。だから今の段階では綾野剛さんとか旅館流星さんとかがいいと思うんやんか。で綾野剛さんの髪型とかで言うと、この辺とかってストレートな髪型って似合うねん、はいはいはい、だから一緒、うんうんうん、最もやってはいけないのはパーマ。なるほど。でもちょっとパーマかかってくると変なんやけど、一番変なのがこんな感じ。なんかあれっぽくないやんか。それは全然ちゃうね。まあ、こっちの方がしっくりくるやん、それの。これもちゃうね、うん、このコウノトリっていうのは、まあ、ドラマの役っていうのは分かんないけど、顔と合ってない。でもこんな寝癖みたいな髪型って誰が合うねんと思うやん。合う人おんねん。それがエレガントの人やね、まあ、一応僕エレガントなんやけど、エレガントの人っていうのはこの人とかをこう寝癖みたいなパーマ、カールのパーマがめちゃくちゃ合うねんか。エレガントこの人もで単発でももちろん合う。坊主もいけない。エレガントが一番幅広いね、実は。でこの人もエレガント、はい、金城武。かっこいいよね。これかっこいいやん。だけど金城隆が合わん髪型はね、エレガントってパーマ系とかこう似合うねんか、逆にまっすぐは似合わへんねん。で金城隆のまっすぐはそれはちょっと変やね、ちょっとなんか合わへんか。これやっぱツンツンが合わんねん。これやったらクールの人が合う。そうで横浜流星さんで見ても、横浜流星さんのまっすぐのサラサラヘアってかっこええねんか。
やけどどっちかって言ったらさっきも言ったけど子供系の顔してるからパーマとかヒゲとかそういうのはあんまりちょっとイメージとして合わへんねん。大人やからやっぱそれってってなってくるとこういうのはかっこいいはかっこいいんやけど横浜流星さんっぽくはないねん。やったらこっちの方が爽やかでかっこいいジャニーズみたいなんやけどこれエグザイルかって言われたらエグザイルの中ではちょっと下の方になっちゃうなっていう上の方に来ないっていう。だから、この後美容室行ってもらうんやんか。で後日撮影なんだけどビフォーアフターのアフターですって出てくるんだけど顔の印象的に2ブロックは絶対した方がいいねん。で2ブロックにしてこの縦のラインを出したんやんか。おでこを見せると大人の顔になっちゃってるからどっちかっていうとこうやって下ろしてあげて暗髪で目の上ぐらいにしてあげてちょっとこう浮くようにしてあげる。今ちょっと長すぎねん。ちなみにフレッシュも長いの似合わへんねん。あ、そうなんや。うん、だから長いのはちょっと NG って感じだけども、はいはい、短髪までいったらあかんけどっていう感じ。あの短くなればなるほど逆に子供っぽくなるねん、はいはいはい、でも短いからこの辺りのラインを行き来するのが一番いいねんか、うん、ちょっとこれじゃあまるっとなっちゃってるからこれはどっちかって言ったら、エレガントとかチャーミング寄りになっちゃってるのでちょっとこの髪型を変えた方がいい。これは真似したらダメですっていうのがあってこの風間なんとかっていうジャニーズの人がいる。この人が坊主にしたらとんでもないことになるからフレッシュの人は坊主一番あかんねん。だから坊主はあんまやらんほうがいいねんか。こうなんだ。ザ子供やな。そう。でもういかにも子供になっちゃうからあの、まあ、似合う似合わへんとかじゃなくてその、子供っぽくなっちゃう。だからあんまりやらんほうがいい。だから髪の毛の長さは極力残してあげた方がよくてもうこの目にかかるぐらいな感じなんやけどもストレートな感じを出して黒髪だから写真俺も持たせるからそれでやってくださいって言ってやってもらったら仕上がると思うからその時にちょっと映りたいなと思います。でその時に服装も合わせたいからこういったレザーもダブルじゃなくてとにかくシングルがいいから俺はどっちかってダブルが似合う範囲ね。シングル何でかって直線やからでそういう風にやっていく。で柄に関してもこういう大きい柄とかは苦手やから細かいちっちゃい柄の方が合う。これも今でも悪くはないけどもっとちっちゃい柄をガーってやってる方が似合うんやけど、はいはいはい、それは似合うとかだけじゃなくて大人っぽく見せたい時あるやん、うん、それは今でいい。もうこんな感じで大人っぽく見せるのはいいんやけどとにかく絶対やったらあかんことはパーマと派手めのカラーは絶対やったらあかんねん。それが一番似合わへんからっていう感じでちょっと後日行きたいなと思います。はい、それではね、あれから2週間ぐらい経ったんですけども、弟ビフォーアフターで来てもらいたいなと思います。どうぞ。はい、まあこんな感じで仕上がりました。ちょっと前来てもらっていい？イメージとしてはですね、どうですかね。ちょっと短めにして横を見てもらったら2ブロックとか結構入れてるんですけど顔が結構直線的やから刈り上げとかこう長いスタイルとかっていうのが似合うからより大人っぽくなってるんかなと思います。あと清潔感も出たかなということで、似合う色そして似合う髪色全く俺と同じ美容室行ったやん。で、髪色もな俺が全部指定して、これ一応色は何やった？グリー16割のちょっとブラウンというか、うんうん、4割やったかな、うんうんうん、っていうのでこう混ぜてというか、うんうんうん、なるほど。色味的にはいい感じよね。ちょっと前までは黄色の時って顔色がちょっと悪い感じだったけども、まあ、今回これで顔色も良くなったし、はい、もう一個だけちょっと気になるとしては髪の毛が少し長いからこの髪の毛がちょっとこのカールしてるの分かる、うん、こうふわんってカールしてるやん、うん、顔的にはカールせん方がいいねん、うん、よりまっすぐでツンって立てた方がかっこいいから、はい、ちょっともう今度切ろうかなとは思うけどもそのカール感がなければ全然問題ない。ちょっともともと癖が入ってるから曲がっちゃうねん。どうしてもこの横ぐらいのもう短さでいっちゃってもいいかもしれない。で上もあともう 2,3 センチ短くても全然いい。俺より長いねんそれ。坊主にちょっと伸びたぐらいの、あここまでいかんで、あそうか、この辺いい感じになったんじゃないかなと思います。ちなみに反応はどうやった？あんまり出歩いてないまあけど自分で思ったのはこうすっきりしたよね。うんうんうん、うん、確かに。でちょっと子供っぽく行きたい時とかはここをグッと押さえて、今日みたいなカジュアルな服装してる時とか、はいはい、パーカーとかフードがある時とかはあえてこう前髪作ったりしても全然 OK、うん、例えばこんな感じでやっても全然、まあ、それはそれでありやと思う。ちょっと前までは肌汚いなっていう感じの雰囲気出た、正直に言うとあれやねんけど、今とかちょっと見てみてどう自分で、まあ、これはこれでいい感じやんか。悩ましいなったかな、うんうんうん、これちょっとやりすぎかな、まあ、いけんことないなこれでもな。でインナーはもし可能やったらこれぐらい白でもいいと思う。これぐらい白やったらより顔が綺麗になると思う、うんうんうん、ちょっと一回前に来てみて。そうそうそう、ほら結構顔綺麗になってるの分かる、うんうん、けど俺はどっちかってこれ似合わへんねん、この青いの白い T シャツが似合わんねんけども似合う顔してるから。なるほど。でもちょっと大人っぽい格好したいときはさっきみたいに前髪上げちゃっても OK かなと思います、はいはい、ちょっと前髪と縦は上は黄色
うん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 、でもうちょっと長さ調整しよう。なるほど、こんなんいい感じだと思う、はい、はい、ということで今回はね弟ビフォーアフターということで、美容室は普段行ってるとこ、そうですね、奈良県のとこ、あ、カットね、でカラーは俺らが行ってるとこっていう感じでやってもらって、要望だけ伝えたって感じだな俺らがな、うんうんうん、っていうことでいい感じに仕上がったんかなと思いますので、まあ、あとそのうちちょこちょこ出てくると思うんで、それが完成形になってくると思います。今ちょっとまだ僕個人的にはまだクルンとなってる前髪とか切りたいから、ハサミ今度持っていこうかなと思ってますので、まあ、それでいい感じに仕上げたいなと思います。ということで本日はですね、弟をビフォーアフターしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。タクゾーのメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。